はい、こちらですね、上信の家電の専門店、あとアウトレットも取り扱っていた上信ですが、このように今解体作業が進んでおります。本日5月28日緊急事態宣言から約34日目となっております。で、隣のですね、こちらのディスクピア、こちらはもう更地になっちゃいまして、今この囲いがあって、まあ、今見えない状況ですけども、こちらも今現在更地状態ですね。で、お隣のこちらのアウトレットを取り扱っているこちらの上信がもうほらこんな感じで、骨組みがもう今見えてる状況ですね。で、この2店舗ともですね、今 J&P の今上信、もともとパソコン専門店の方の上信に今一時期移転しております。それでこちらの方はですね、まあ、建て替えという形になりますので、まあこちらも更地になった後ですね、まあ新しく建て替えて新規オープンというね、リフレッシュオープンという形になるはずです。はい、コロナも最中ですので、今現在もこうやってぶっ壊して新しく新規一点で建て直す予定の上信でしたけど、今めっちゃ盛り、もう儲かってますよ、この上信は。あのネット通販販売でめちゃめちゃ儲かっております。コロナの需要で、まあ、家にこもってお仕事される方の需要でめちゃめちゃ儲かっております。むしろ店舗いらないんじゃないかというぐらいの勢いですね。まあ、そこではちょっと大げさかもしれませんけど、はい、それでは以上になります。失礼いたします。上信アップに最後、それでは失礼いたします。